15日付の香港紙東方日報が、当局が元政治局常務委員周永康を司法機関に引き渡すことを決めたと伝えました。東方日報は9日にも周永康が昨年9月にマフィアを利用して習近平主席の権力引き継ぎを妨害し、また2度暗殺を目論んだことを暴露しました。最近周永康のスキャンダルが海外メディアによって次々暴露されていますが、周永康が犯した最大の罪は未だに当局によって覆い隠されています。報道をご覧ください。周永康が取り締まりを受けていると伝わってから、数々のスキャンダルが次々暴露されています。香港東方日報は9日付のニュースで、習近平国家主席が去年9月、2回も暗殺に遭ったと報道。その後の9月18日、中国では全国的な反日デモが発生。数十の都市でデモ隊が暴徒化し、日系企業や日本製品を破壊。民衆の不満も頂点に達し、反日デモの勢いが反政府デモへと様変わりするのではないかと、当局は冷や汗をかきました。周永康はまた、マフィアを利用していまだに中国各地で騒乱と不安を引き起こしています。最近になって、これらの事件の背後に周永康の影が潜んでいることが次々暴露されています。一方、長期にわたって周永康や白嫌いなどの人権迫害を調査している国際組織は、周永康の最大の罪について当局は未だに触れていないと指摘します。我作为追查国际代表、我要在这里慎重地提醒全世界注意、周永康的主要罪を是由于他参与了迫害法轮功而造成的被群体灭绝罪、酷刑罪和反人类罪。这个罪行不仅是对法轮功群体的迫害，而是对全人类道德良知的毁灭。王さんはこれまで収集してきた証拠から見て、少なくとも23の省と市の関連部門がファルンゴン学習者からの臓器狩りに関与していると述べます。当局が公表した臓器移植のデータから死刑執行者数を差し引いても、年間6万5000件の臓器移植の臓器の出どころに説明がつきません。これらの臓器はファルンゴン学習者から強制摘出したものであると推測されます。如果中共当局现在就从周永康开始开刀，整个全面的揭露啊，对法轮功的迫害，这还有可能给他们有一条出路，获得民众的宽恕。如果不是这样的话，那么迫害法轮功的这个罪恶现在开已经开始曝光了，那么随着民众全面了解这个真相的时候，那将会引起全中国乃至全世界起来追究。新唐人テレビがお伝えしました。这是新唐人记者报道，这是新唐人记者报道。妈妈，为什么？中共当局星期五公布的，有人说他是专制组织的，政府与危险组织相当大于加法。